我々同志の向井昌司さんが12月この月曜日5日の日ですか、恒例の人工透析を行かれまして、そして病院で着いた途端に足が動かないということで、担当の医者が見たらもうそこではどうにもならない状態で、すぐ入院 しなきゃいけないという通知がありまして、慌てて日白友好病院の方に、また電話を入れましたら、被爆者である向井さんをよく存じていましたので、救急車、医者付き看護婦付きの救急車を呼んでくれて、そして集中治療室に行きました。すでに手遅れで、もう子宮足を切断しなければ大事に至るダメだということで、翌日太ももから切断をしたわけです。もうその時点で向井昌司さんは意識混沌として危篤状態が続き、足を切断した2日目すなわち12月8日午前、午後2時に、お亡くなりになりました。そうそう、あれだったね。入りましょう。ごめんなさいよ。ここだったね。確かこれだ。これ向井さん眠ってますか？ここへ置いてあげようや。向井さん、またここにやってきました。寂しい思いをしておりましたが、本当に心寂しく思っています。私はあなたの意思をそのまま継いで、これから残された被爆者のための戦いを家族の方々と一緒にやっていきますから、どうぞゆっくりお休みなさい。いろいろご苦労様、苦しかったでしょう。本当に無念な思いでいっぱいですけれども、我々被爆者仲間は力を合わせてあなたの意思を守り抜き決心をしております。安らかに眠ってください。お疲れ様でした。ありがとう。どうも、続いてご苦労様。今日のね、新聞にちゃんと朝日新聞の宮崎から出て、インターネットで来てるの、在ブラジル被爆者訴訟原告の向井さん死去言うんでね、はい、事故を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当が支給されないのは不当だとして県に支払いを求めて訴訟を起こしているブラジル在住の被爆者向井昌司さんが8日午後2時日本時間9日午前2時サンパウロ市内の病院で亡くなった。9月の朝日新聞の取材に対して、国はいくら言うてもしようがないんですねとか細い声で話していた。仲間や家族ら約150人が集い、9日日本時間10日に葬儀が営まれた。こういう実績を残していかれてるから、それはみんな認めてるよ。日本のね、関係者、県とか国とか、これほど悲しんでるっていうことを厳粛に受け止めてもらって、そう、ね、そうそう、あとわずかだね、被爆者のためにもう少し本気になって、人の気持ちになってやってほしいと思う。そう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 、本当に残念だったと思うね。スタンバイしております。スタンバイ、はい、そちらの方が、はい、
ですけど、はい、はい、ちゃんとできましたか？おかげさまでね、うん、毎月いただいております。はいはいはい、お世話きながらね、はい、できれば本当原爆賞の方の認定も取りたいぐらい、毎月14万あればね、あ、そうですね、みんなが何かこれも考えなきゃいけないことだと思うんですよ。でもそれいただくようになってだいぶ、ね、それはアジュダになるんだけどもね、はい、今まで日本に行かなきゃ健康管理手当も手続きもできなかったのが、今度は領事館を通じてというのが今年日本政府が、まあ、一応領事館を認めてくれて、領事館を通じての健康管理手当の手続きができるようになったわけです。遅すぎるんですよ。何にしてもこういうふうにだんだん遅れて遅れていくこと、そのうちに我々被爆者はみんな死んでしまうということも私は強く訴えたいんです。それには遅いんだから、生きてるうちにちゃんとしてもらいたいというのが念願です。ああ、頑張って22年間初めから田島さんはね、会の方でやってものを取ったんだからね。それから2年に1回の石段の時にはちゃんと受付をやって、いろんなところから来た被爆者のご面倒も気持ちよく受けてもらってたんですよ。本当に明るいいいおばあちゃんでしたけどもね、え、頑張って一緒にやった仲間がこうしてだんだん少なくなるいうことは残念でたまりません。ね、おばあちゃんも同じよね。よくこれを見といてください。ね、この現状を見ていただいて、これが現実なんですから、ね、私ども外国に住んでいる被爆者も国内の被爆者と同じですけれども、ご覧のようにそれに対する対策というのがちょっと違っていると思うんです。これを理解していただいて、一日も早い正当な援護ができるように心から願っています。今回亡くなられた向井翔一さんのご冥福を祈って1分間の黙祷を捧げたいと思いますので、皆さんもいいお願いします。黙祷。ブラジルの被爆者の中で年取ってますから、医療保険に入ってない方が半数いるんですけど、この回厚生労働省から来年度からは南米では医療保険と医療費の自己負担額を助成対象とするという通知が来ています。今まで恵まれていなかった被爆者にほんの少し明かりが差したかなというような気がいたします。ご承知のように被爆して61年経った南米の被爆者は皆老齢化し、明日の日がわからないという不安な毎日を送っているのです。その方々は一番望んでいるのは、このブラジルの病院で検診とか治療を受けたいという、これが一番我々現地の被爆者の要望事項なんです。これを私は強くこちらで治療検診ができることをお願いいたします。